昨日イルカショーを見てきたんだけど最高だったわ。それは良かったな。イルカといえば魚流の話をしてから結構時間が経つよな。そうね、かなり長いことやってないわよね。その後は何か新しい発見とかがあったのかしら？そうなんだぜ。今回は今までにない新たな発見がされた魚流や、新種の魚流などについて解説しよう。魚流についてかなり久しぶりだから、魚流がどんな生物だったのかすっかり忘れちゃったわ。そしたらまずは魚流の平均的なスペックなどについて解説していくぜ。魚流ってことは竜みたいな魚ってことなのかしら？ドラゴンフィッシュブローね。ドラゴンフィッシュブローは、アロワナから来ていて魚流とは関係ないんだぜ。あら、そうなのね。じゃあどんな生物だったのかしら？ざっくり簡単に言うと竜というよりイルカに似たような生物なんだぜ。あ、じゃあ、哺乳類ってことよね。イルカって可愛くて頭がいいから大好きよ。いや、実は魚流は哺乳類じゃなくて爬虫類なんだぜ。え、爬虫類ってワニとかヘビとかそういう生物なんじゃないの？簡単に言うと、水の中での生活に適応できるように進化していった爬虫類なんだ。現代だと海蛇がまさにそうなんだぜ。うへぇ？海蛇って聞くと毒とかありそうでなんだか嫌だわ。まあ、魚流は海蛇とは違うからな。あと、イルカともやっぱり違うんだぜ。どういうところが違うのかしら？まず、イルカの全長は大きい種でも5メートルほどで、体重は300キログラムだ。一方、魚流の場合、種によるが、ショニサウルスを例に挙げると、全長15メートル以上はザラで、体重は30トン以上あったんだぜ。でか、いくらなんでもでかすぎるわ。もし水族館にいたらスタッフさんも大変ね。そうだな。とはいえ、魚流が生きていたのは約2億5000万年前から9000万年前の、前期三畳期から白亜紀にかけてだから、水族館ではお目にかかれないな。イルカで我慢するしかないわね。そうだな。あと、魚流は爬虫類のくせにイルカみたいに、赤ちゃんを産んで繁殖するんだぜ。え、魚流って卵を産まないの？ああ、出産中に死亡した化石や、実際に胎児を持った化石が見つかっているんだぜ。なるほど、ざっと振り返れたところで、前回紹介してから時間が経つけど、何か新しい魚流の発見はあったのかしら？いくつかあるぜ。最初に紹介するのは、ウラジオストクの南に位置するルースキー島で発見された、二つの世界最古級の魚流の化石だぜ。世界最古ってすごいわね。いつ頃のものなのかしら？発見した東京都市大学らの研究グループが言うには、約2億4900万年前の前期三畳期のものらしい。途方もないくらい昔ね。なんだかイメージがつきにくいわ。魚流は中生代三畳期に現れ、1億6000万年もの間、海で繁栄したわけだが、今回の化石発見は歴史の中でも最初の、約300万年以内というかなり初期に現れた魚流の化石だったんだぜ。300万年って時間でさえものすごく長い時間に感じるけど、魚流繁栄初期の貴重な発見なのね。サイズ感はどうだったのかしら？分析したところ、片方は 2.5 メートル、もう片方は体長5メートルほどの魚流だったと推測されているんだぜ。あれ、なんだかイルカみたいなサイズよね？その通りなんだぜ。これは最初期の魚流にある特徴で、この後時間が経って繁栄していくにつれ巨大化していったと見られているんだぜ。そうなのね。ちなみにその魚流の名前は何ていうのかしら？名前はまだ付けられていないんだぜ。ただ、魚流繁栄時代の初期に、他にどういう魚流がいたかは説明できるぞ。まず最初に紹介するのはグリッピアだぜ。それ知ってるわ。オリンピックの元になった場所のことよね。違う。それはオリンピアだぞ、霊夢。保険とかプロ野球チームとかで有名な。それはオリックス。もはやグリッピアとは1ミリも関係ないんだぜ。えへえ、冗談よ。それで、グリッピアはどんな魚流だったの？グリッピアは最古の魚流の一つとも言われていて、全長は最大 1.5 メートル、約2億5000万年前から2億3500万年前の、三畳期に生息していたと考えられているんだぜ。やっぱり初期の魚流は小さいのね。1.5 メートルって言ったら人間の子供、もしくは背が低い女性くらいの大きさよね。そうだな、この小さな魚流であるグリッピアの化石は、グリーンランド、中国、ノルウェー、カナダの下部三畳系といろんなところから発掘されているんだ。あら、いろんなところで見つかっててたくさん残っているのね。それが、残念なことに第二次世界大戦の時に、ノルウェーのアガルド湾で発見されたものは消失してしまっているんだ。それは悲しいわね。やっぱり戦争って良くないわね。ああ、あと、グリッピアは戦争というか、生存競争で他の魚流に負けて、約2億3500万年前に絶滅したと言われているんだぜ。あら、やっぱり大きな魚流に勝てなかったのかしら。まだ仮説の段階で何とも言えないが、周りが大きく進化していったことを考えると、そうかもしれないな。
ドゥースキー島の魚竜の化石って、もう一つ少し大きめのものも発見されていたわよね。そうだな、一つはグリッピアぐらいのサイズだが、もう一匹は5メートルくらいだった。初期にいた魚竜だとどんなのが近いのかしら？そうだな、ウタツサウルスなんてのが挙げられるぜ。なんだか恐竜みたいな名前ね。恐竜は魚竜が絶滅した後に登場しているから恐竜は関係ないんだぜ。そうなのね、サウルスってついたら恐竜ってわけではないのね。ああ、ウタツサウルスは約2億5000万年前から、2億4500万年前の三畳紀に生息していて、全長は3メートルほどだぜ。なるほど、グリッピアよりは大きいけど、まだまだイルカサイズの魚竜ね。そうだな、ちなみにウタツサウルスは日本で多くの化石が発見されていて、最初の化石が見つかったのも日本なんだぜ。あら、じゃあ、日本人にとってはかなり馴染みのある魚竜ってことなのかしら？そうだな、現在も宮城県にある、東北大学総合学術博物館に展示されているから、行ける人はぜひ見に行ってほしいんだぜ。行けたら行くわ。それは絶対行かないやつだな。えへえ、行けない人たちのためにさらに解説すると、ウタツサウルスは後の進化した魚竜とは違い、背びれが存在せず、頭骨も幅広くはなく、臀部の先が細くなってるのが特徴的なんだぜ。グリッピアとは違った見た目ってことね。そうだな。あと、ヒレが小さくて指が5本存在していたんだ。水の中で生活しているくせに指があったの？ああ、まさに陸から水に生活する場所を移していったからこその名残だよな。私も水の中で生活してみようかしら。窒息死するからやめた方がいいと思うぞ。私も水の中を自在に泳げるようなヒレが欲しかったわ。ウタツサウルスは他にどんな特徴があったのかしら？あとは、尾の下には長いヒレがあって、前椎の前方に40個の円柱状の椎骨が並んでるのも特徴的なんだぜ。それって、どういうことなの？つまり、海蛇みたいにくねくね体をうねらせて、泳いでいたと考えられているんだ。なるほど、同じ爬虫類同士で似たようなことをしているわね。次に紹介するのは先まで紹介していた初期の小さい魚竜とは違い、巨大な魚竜なんだぜ。魚竜って言ったらやっぱりその巨大さが魅力的よね。2021年2月、英国のラトランドウォーター自然保護区で、水抜きをしていたら偶然化石を発見したんだ。あら、発掘調査をして頑張って発見したわけではないのね。発見者は相当びっくりしただろうな。この化石は約1億8000年前のもので、とにかく巨大なのが特徴的なんだぜ。どのくらい巨大だったの？頭の骨だけでも約2メートルあって、全長は約10メートル以上もあったんだぜ。2メートルの頭って想像できないわ。頭だけですでに私たちより大きいってことよね。ああ、そうだな。ちなみに化石のサイズは現代の生物でいうと、ミンククジラに匹敵するサイズなんだぜ。とにかく大きいのね。これだけ大きいと掘り出すのも大変よね。ああ、実際、日の出から日没まで作業したのにもかかわらず2週間以上時間がかかったらしいぜ。大きな化石って裏ではとんでもなく泥臭い作業も隠れているのね。そうだな。あと、このラトランドの化石は巨大であるにもかかわらず、形がほとんど損なわれずに発見されたんだ。それってすごいことなの？ああ、大きければ大きいほど骨の一部が損傷したり、消失したりするのはよくあることなんだぜ。10メートル以上ってかなり巨大よね。前回はショニサウルスが巨大って言ってたけど、他にはどんな巨大魚竜が存在していたのかしら？そうだな、同じく最大級の魚竜といえば、テムノドントサウルスなんかが挙げられるぜ。あら、かなりかっこいいわね。イギリスではコインにもなっているのね。実はさっき紹介したラトランドの魚竜の化石も、このテムノドントサウルスの化石なのではないかと言われているんだぜ。あら、そうなのね。大きい以外にはどんな特徴があったのかしら？まず、テムノドントサウルスの基本的なスペックから説明するんだぜ。テムノドントサウルスが生息していたのは、約2億年前から1億7500万年前のジュラ紀だ。なるほど、魚竜が誕生してから少し進んだタイミングね。ああ、そして全長は9メートルから12メートルほどとかなり巨大だったんだぜ。ショニサウルスには劣る気がするけど確かに大きいわね。そうだな、他の特徴としては体型はマグロに類似し、長く眼鏡で細身であった点や強靭な顎を持っていた点が挙げられるぜ。マグロか、テムノドントサウルスってマグロみたいな味がするのかしら。もう絶滅しているから確かめようがないな。それにどちらかというと食われるのは私たちの方なんだぜ。それは残念ね。顎の力が強いっていうのはどのくらいなのかしら？ホホジロザメくらい？ホホジロザメか。ホホジロザメなんて可愛いもんだろうな。参考までに、ホホジロザメの顎の力が 18,219 ニュートン、人間は 1,317 ニュートンと言われているんだ。つまり、人間でも100キログラムあるのね。ホホジロザメはその10倍以上。さすがね、
驚くのは早いんだぜ霊夢。テムノドントサウルスの顎の力は、3万ニュートン以上あったと言われているんだぜ。ひえ、ホホジロザメの2倍近くもあるじゃない。もし人間が噛まれたら、一瞬で真っ二つだろうな。体のサイズも人間の10倍近くあるわけだしな。そんな生物絶対出くわしたくないわ。絶滅してくれてよかったわね。さて、最後に紹介するのは最新で歴代最高のサイズを誇る、新種の魚竜なんだぜ。歴代最高ってことはショニサウルスや、テムノドントサウルスよりも大きいってこと？その通りなんだぜ。その化石が発見されたのはネバダ州オーガスタ山脈、フォッシルの岩石層だ。それってどこなの？東京のどのあたり？どう考えても名前的に日本じゃないだろ。ネバダ州はアメリカの西側でカリフォルニアの隣にある州だ。なるほど、なんでもビッグなアメリカで、ビッグな魚竜の化石が発見されたわけね。スペックはどんな感じ？発見された化石は頭骨だけでも 1.89 メートルあり、体長は 17.7 メートル、体重は約 44.7 トンだと推測されていて、2億4720万年から2億3700万年前に生息していたと考えられているぜ。17メートル。とんでもなく大きいわね。他の魚竜よりも大きいのかしら？その通りなんだぜ。前回紹介したショニサウルスが、大きいもので15メートルだったからそれよりも大きいことになるんだぜ。もうむちゃくちゃな大きさね。その大きな子にはまだ名前はないの？名前はもう付けられていて、キンボスポンディルスヨーンゴルムって言うんだぜ。なんだか長くて発音しづらい名前ね。にしてもどうしてそんなに大きいのかしら？それが全くもって不明なんだぜ。現存しているクジラは長い間繁栄した結果、水の中にいることで浮力により大きくなったと考えられているんだ。長い間ってどのくらいなの？クジラは約1000万年前に鹿に似た哺乳類から進化していて、3メートルほどだったらしいぜ。1000万年間もの時間を費やして巨大化したわけね。あれ？魚竜はどのくらいかけて巨大化したんだっけ？約300万年だな。クジラと比べるとかなり早いだろ。そうね。だいぶ早いと思うわ。だからこそ、キンボスポンディルスヨーンゴルムの発見は、この巨大化についての研究に大きく貢献してくれると期待されているんだぜ。魚竜って本当に大きい種類が多いし不思議ね。そうだな。しかも恐竜よりもさらにうんと昔の時代に、生息していたんだぜ。気が遠くなるほど昔だわ。だからこそわからないことが多くて今後の研究にかなり期待されているんだぜ。また新しい情報が入ったら教えてね。